はい、タバコ動画始めていきたいと思います。今回は、コルツのバニラ、こちら吸っていきたいと思います。もうすでにね、外側の紙からね、もうこれによってもね、もうバニラの香りがするんですよね。ものすごいです。かなり、バニラバニラしてる。これはバニラバニラしてるなぁ。っていう、40g で、800いくらだったっけ ?850 円くらい。ね、コルツのペーパーついてきました。これも何個も持ってんだけどな、これな。コルツのペーパーが余ってしょうがない。うわ、すげえタバコくっついてる。葉っぱめっちゃくっついてる。うわぁ。ものすごいな、これ。香りが。甘い香りが。ふわーんと。匂ってまいりますけども。すごい。これは、あれだ。ドミンゴのバニラも吸ったことあるんですが、これはちょっと、レベルが違う。ドミンゴのバニラに比べると、もう、レベルが違うね。味、香りの。香りレベルがもう、跳ねえ。じゃあ、吸ってまいりますか。巻いて。もうなんか、もうこれがバニラなのっていう。なんか、すんごい甘い。もうバニラがもうよくわからなくなってる。甘い香りが。あ、こんなんバニラだったっけっていう、レベルになってますね。実際のところバニラなんてね、バニラアイスとかで、匂ってるんで。ちょっとそれとはだいぶ、香りが違う雰囲気が風な香りなんで、ね、はい、では吸っていきましょう。にゃふわ。バニラだ。これはバニラだ。ドミンゴのバニラに比べると、バニラ感が、基本的にね、外でこう、こっちか、これでこう、こう嗅ぐのと、実際、吸ってみて嗅ぐのっていうか、味わうと、そんなにね、きつくないんですよね。ちょっと紙っぽい香りが混ざり、もうタバコのさっきのまで捨てたゴールデンバージニアのね、香りみたいなのは全くしない。結構、これは味わうっていうか、なんかよろしくない?これ単品で味わってもなんか、大した。ぶっちゃけ大して美味しくないですね。
バニラ？なんかあれだな。大したもんでもないね。うん。うん。まあ、これはあれか。ブレンド用か。なんか若干変な香りがするね。なんか、ドミンゴのバニラに比べると、だいぶ。変な香りが。しますね。実際こう吸ってみるとなんか全然違う香りに変化してあれこれバニラなのってなっちゃいますね。これはちょっとあんまり。これだったらドミンゴバニラのうまいね。まあ多分ブレンド用だな、これな。多分な。ほとんど。馬的にこう、今日3つ買いましたけど。やっぱ一番うまかったのは、ゴールデンバージニア。でも単品としてはカプチーノも良かったですね。フレーバーの、あれとしては。結局タバコってこう苦いもんですから、苦い系の味と同調させることによってやっぱりいい感じになるんじゃない？でもゴールデンバージニアも非常にうまかったね。これはちょっとあれかな。残念かな。ホルツ。そのまま吸った感覚としてはちょっとよろしくない。ですな。まあ、あと俺持ってんのが、ドミンゴのバニラと、ドミンゴのバージニア。このドミンゴのバージニアもね、美味しいんですけど、ゴールデンバージニアに比べるとものすごい酸味がすごいんで。ちょっとあんまり、なんですよね。あと今まで吸ったのが、どうやったっけ？あ、トップ吸ったことありますね、トップ。これはあんまりよろしくなかった。安かったから買ったんですけど。あと DJ ミックス、クローブ。持ってますが。まあ、割とこれはまあ、いいんじゃない？俺クローブタバコ好きなんで。今度ミント味、ミントクローブ買おうかなと。思ってますが。単品ですのとなるとやっぱだいぶ味が変わりますね、これもね。タバコの葉っぱを香るだけだと、ちょっとわからん。ちょっと変な香りが出てくるんで、これはちょっとよろしくないかな。
まあ、バニラの香りはするんですけど、なんか、なんか、それと同時に変な香りも混ざってきてます。えぐみの香りが出てきてますね。ちょっと鼻がね、痛いっていうか、若干鼻がツンとくる。ああ、ちょっとこの鼻がツンときますね。何なんでしょう。鼻が痛い。これは単品だとダメだな、これな。二つ星。ね、ご視聴ありがとうございました。